プラットホーム、三好町駅は、長野県上田市御所にある、上田電鉄別所線の駅である。駅番号は BE、BE03。単式一面一線のホームを持つ、地上駅。開業時から、無人駅。待合室、駐輪場が設置されている。現在の駅施設は、青木線の線路時期の後を利用して建てられている。別所線では全線で、 ワンマン運転を実施しているため当たり駅では通常は進行方向一番前のドアしか開閉しないが朝6時30分8時30分の間の上田方面の電車は土日祝日を除きすべてのドアが開閉する。駅の両側に踏切がある。かつて中輪場は三好町踏切方の道路を渡った向かい側にあったが駅施設を改修した際にホーム側の現在地に移動している。 駅北側は、旧小さ型郡城下村の中心街にあたり、三好町と称する。農地は少なく、三種屋が多く集まる地域であった。かつて、長野県道77号長野上田線沿いには、商店が多く、三好町商店街と称した。1980年代以降個人商店の多くは、閉店し、コンビニなどが出店している。十二銀行三吉町支店は、 商店街当時から営業している。駅南側は農地が多かったが、1980年代以降、宅地開発が進み、農住混在地域となっている。2017年から三吉町付近の長野県道77号、長野上田線の拡幅工事が行われており、県道沿いの個人商店の建物の多くは撤去され、商店街当時の様子を忍ばせるものは少なくなりつつ、ある。 ABCDEFGH シナの毎日新聞社出版部長野県鉄道全域増法改訂版シナの毎日新聞社2011年7月24日326ページ ISBN 9兆7847億8407万1647愛されて50年上田の城下ちびっこプール歴史にマクシンゴとウェブ2018年7月6日 ありがとうございます。